仕事でも緊張しますね。緊張する。めっちゃ緊張する。早口ならないようにゆっくり喋ろうかなと思う。プライベートのこと聞いていいんですか？どうぞどうぞ。そんなでしたプライベート。あ、仕事何してるんだろう。山内さんから聞いた方がいいかもしれないですね。JC の人たちってみんななんか社長のイメージなんだけどみたいな。はいはいはい。長山さん何やってるんですかみたいな。僕割と突っ込みますけど大丈夫ですか。もうぜひ突っ込んでくれてた方が話しやすいです。ありがとうございます。よかった。これも本当に申し訳ない、酔っ払った勢いで絡んでしまった。いえいえいえ、めっちゃ楽しそうにされてたんで、相当美味しいお酒だったんだろうな。大体酔ったら飲んだんですよ。ペロンペロンになって。ペロンペロンになって、ちょうど前、赤身の前と、うん、あのカリンさん、はいはいはい、このカリンさんの授業の話で、うん、ちょっとだけ飲んで、もう2人時間ないって言って帰るときに赤嶺前と、うん、あれジェシー行くって言うから、うん、あじゃあ俺も行くっつってあ委員会に来てたってこと事務局で会ったのうん事務局で会いました あれちょっと顔覗いあ顔出してくるっつって、うんうん、あその時委員会やったってことそうそうそうあなるほどなるほど俺はもうただ見たい見たいっつってどんなにやってんだって来るなって言われたけどこの三共同は袖野さんの声なんですよ。何？これ袖野さんの声なんですよ。うんじゃないじゃない。めっちゃ流暢に喋るな。お世話になっております市民の後輩です。はい。はい、後半の残り30分は。まあ、せっかく永山委員長、永山俊さん来ていただいておりますので、まあ、いろいろプライベートの話だったり仕事何してるのかなっていう話もちょっと聞いていきたいなって、はいはいはい、僕も同じ組織なんですけど、うん、永山くんが何の仕事してるのかよく分かってなくてあやっぱ人数いるからそこまでそのなんとなくざっくりは分かるんですよ、はいはいはい、でもどういう仕事をやってんだろうなんかいろんなことやってるような感じがしてだ JC 自体がねなんか 社長とか役員の集まりみたいなイメージありますイメージはありますねますなんか若手社長みたいなイメージあるじゃないですかはいはいなので、まあ、中山さんはねどんな仕事を言えますか大丈夫ですか、言えない仕事ですか言える仕事言える仕事だけお話しさせてはいいいですねはいメインはですね保険屋さんがメインですね、うん、お保険屋さんはいで、その他にも、自分の法人では、飲食店のコンサルだったりとか、あとは、バーの経営ですねバー経営してるんですか、はい来年には夜間保育園を作ろうかなと思って今準備中みたいな感じですね何でもやってますね本当ですよねまさかこんなもともと自分がやりたいなって20代前半に思っていたのが今少しずつ形になりだしてるのですごく毎日刺激があって楽しいですね永山くんいくつだった何歳だったっけ今年33になります33若いな若いっすねそれでも社長やってるんですかそうですねあれなんかなっちゃいましたねすごい立ち上げたんですかそうですねでも自営業というかし始めたのは2019年なので4年前うーんじゃあそれまではもうほとんど保険屋さんがメインだったっていうような感じなんですか、ね、それまでは逆に飲食店がメインでしたああ飲食ずっとやられたんですかそうですねキリタンの保育課を卒業して、うんそうなのそうですそうですそうですこの話あ俺の後輩になるんだじゃんそうですその話後輩なんですよ本谷さんの僕そうなんだ多分何回かやってるはずですよ今の反応はそうなのそうですそうですそうなんだ多分あんまり保育士っぽいあの感じ出してないからかもしれない多分ねやっぱ女性のことは覚えるんですけどいや、まあ、でも僕と
りょうさん一緒なんですけどでも赤峰舞さんもキリタン保育課なんですけど、うん、3回ぐらいそのやり取りしてやっとで覚えられました、うん、前も話しましたよって何回も怒られてはいはいはい、はい、あそうなんですね。そうですキリタン保育課なんですね。もう忘れない。大丈夫。キリタン保育課を卒業したラジオで言ってるからね。後に、たまたまその時ですね趣味でダンスをやってまして、ほう踊れるデブだったんですよ昔。あれかっこいいですね。これ JC の人に誰にも言ってないんですよ。いじられの嫌なんで。これももうほぼねアーカイブも残るし、うん、アーカイブ残るアーカイブ残るこれライブで見て見てない人はもう見れないで笑い。トップがもう分かったから。そう。もうこれはもう触れずにいてほしいんですけれど、ここだけの話。いやもう次の理事会の新議事講ですよこれ。競技競技ですよみんなに。言わなければよかった。いいですね。そうそれで。あのショーパブみたいなところで、うんうん、あのメインの、まあ、歌い手さんがいてその後ろで、はいまあ、ダンス踊ったりとか、そこから芋洗居酒みでしたっけ、なんかいましたよね。あ係長的な。昔は痩せてたんですよ。誰今こんななんですけど僕。あ、なあそうなの。そうです。でも踊れるデブって言ったから、うん、踊れるデブ、まあ、ちょいデブみたいな感じです。あでそこから、まあ、系列 の, あの飲み屋さんを手伝うようになって、はい、でそこから、役職いただいて、まあ、頑張ってたんですけれども、たまたまそのお店のお客様からしゃぶしゃぶ温野菜の関係者の方がいらっしゃって、うん、で、そこでヘッドハンティングされて宜野湾市の愛知にあるしゃぶしゃぶ温野菜、はい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 、そうだ、ね、そうですそうです。そこで JC 入った時温野菜だったもんね。そう JC の人たちとかは温野菜なんですよ。あの忘れすぎです。いやでもいろんな仕事やってるんでもう情報が多くて。あーはー。そうなんですよ。そこで、うんまあ、九州と沖縄結構行ったり来たりすることが多くて、あの福岡の宗像っていう北九の手前の方なんですけども、はいはいはい、そこと、まあ、愛知を、まあ、月の半分ずつ入れるみたいな感じですね。あいいですね。そこで入るようになってで、うん、その時に JC の方々がよくあの食事に来てあの利用していただけることが多くてですね、うん、一番利用されたのは去年の理事長 の, あの平慎さんですね。あがん旬長山くんが温野菜に働いてる当時によく食べに来てたそうです。そうですそうです。身分も何も明かさずにいつもだいたい4名ぐらいでいらっしゃって、うん、提供遅れとかがあってもあ何も気にしないでいいよみたいな、うん、もう後回しでいいから逆に他のお客さんに料理配ってっていうぐらいのできてますね。そう何年まで働いてたっけ温野さん。2015年から2019年なんで、あ2019年まで4年ぐらい働いてました。あそうなんだ。そうで、まあ、JC さん来てくれてるし、まあ、団体でも使ってくれたら嬉しいなと思って、うん、たまたま挨拶に行った時に、うんこの、まあ、JC の入会式みたいな感じですよね、はいはい、それで平慎さんがその場所にいて、はいはいはい、なんでいるんですかみたいな、うん、っていう話をしたらいや実は社長さんでみたいな、うーん JC ってこういう団体なんだよみたいな、地域のどうやったらその地域が良くなるかとか、はい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 、そういったものの団体でぜひ興味があるんだったら逆に入ってみないっていうのにお声かけをいただいて、え、たまたまだったんですか。いや本当たまたまでした。運命ですねこれ。いや本当ですよね、うん、なので基本皆さんね大体出身の地域の JC っていうんですかね、うんうん、ロムに、そうそうそう、はいはいはい、例えばうるま市だったらうるま JC とかあるんですけれども、うん、そこに入るんですけれどもそういった縁があったので僕は宜野湾 JC に入って、そうでも宜野湾 JC 宜野湾市民少ないんですよ。わかる。そう多いあの宜野湾市外の人が。そう今制服あの正副理事長、うん、あの理事長副理事長、うんまあ、専務5人いるんですけど僕以外全員市外ですから、ね、結構特殊お住まいが特殊ですよね、うん、これだからやっぱり宜野湾で何らか関わりがあってとか その人ご縁、うん、まさにそれを呼び込む地域なのかもしれないですね宜野湾。そんなやって考えたら、うんうん、本当になかなかないですよね多分そういうのって、うんうんうん、普通はね地域貢献する団体だから、そうそう会社が所在している場所だったり、まあ、もしくは自身が住んでる、うんまあ、あの地域だったりにそうそうそう、まあ、入りそうですけど ね, ね、うん、だからいい特徴なんじゃないでしょうか、うん、素晴らしいなと思います、うん、はい、じゃあ来てますよまゆさん、はい、こんにちは、はい、獅子舞のような伝統的なものは演舞をする方
演舞をする方や保存会の方々にも敬意を表していかないと成功しないので交渉とか大変だったんじゃないですか。りょうくんはそういうところうまいから大丈夫かということです。はい、ありがとうございます。コメントでもやっぱりこの実動は委員会がやってくれてるので、はいはいはい、もうほとんど私の方ではそういったところにはまあ入っていないので、もう本当に委員会の皆さんが頑張ったかなというところですね、うんうん、いいですね。すごいなんかなんていうんですかね、うん、JC さんは、はい、僕はその入ったことはないんですけど、はい、ただ関わらせていろいろそうですねもらってきてはいるんですけど、うんうんうん、なんかすごいこう女性も最近多いし、そうですそうです、なんかやり手がいっぱいいるなって感じがします、うん、はい、まあ、そういうふうに成長できる場所ではあるので、うもう学び屋ですよね。なんか本当そんな感じしますね。すごいやり手、もちろん中山さんも話聞いてたらすごいなと思いますし、部活みたいにバリバリやりますからね。うん、本当ですよね、うん、サークル活動とはなんか違うよね、感覚は。サークルじゃなく部活なんですよ。あ、甲子園目指すためにマジでやるみたいな。そう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 、はいはい、ただ部活だけどノリでやらないっていうのが大事ですよ ね、ちゃんと会議を通して、うん、あの理事会で承認をもらわないといけないとか、うん、僕がサラリーマン経験がなかったので、はいはい、そこがすごく勉強になりました。なるほど、タミーさん、又吉さん、はい、JC は今年が最後かなっていうことですか。そうなんですよ、今年。そうなんだ。最後なので今何9月ですよね、うん、10、11、12、あともう3ヶ月半ぐらいです。え、 JC 何歳まででしたっけ。40歳です。40歳のとなった年、もう40なんだ。40歳です。40歳になった年の12月31日で卒業なので、なので私はもうあと3ヶ月ちょっとしかいないです。寂しいですね。寂しいですね。なんかね、切ないね。そう、急に呼ばれなくなるんだろうな平日の夜が暇になるんだろうな皆さん言いますよね、この JC のなんていうんですか、この期間中というか、うん、はい、はまだあと5年あるみたいな、大変だとか言うんですけど、はいはいはい、やっぱり卒業の年になってくるとやっぱりみんな寂しいっていう、うん、で寂しいっていう感覚よりも多分卒業が近づくにつれてっていうか、なんだろう、入会してから年重ねるごとに充実度が変わってくるんですよ、うん、でやり方を、はいはいはい、この組織の使い方だったり、うん、そこでの自分のなんか伸ばしどころっていうのが分かってくると、うんうんうん、もっとやりたかったなって、はいはい、だから最初のうちは入会して間もないときはそこの価値をあんまり見出せないままなので、うん、長いなっていうふうに多分感じるかもしれないですけど、だんだんこの生かし方というか、うん、ここでこういうふうにやればどう、社会は動く、事業は回るとか、うん、人は動くっていうのが分かってくると、はいはいはい、どんどんそれがもうあと限られた日数しかないのかって思うと、うん、なんかもったいないかなっていう、あ、もったいないじゃないや、惜しいなっていうふうに、はいはいはい、っていう感覚なのかなと思います。だから卒業が寂しいというよりも、うんうん、それなのかなと思いますね。なるほど、うん、はい、永山さんはね、そういった平慎さんとの、まあ、ご縁があって入ってきた、うん、JC に入ってきたということですけども、はいはい、真由さん、はい、平日の夜暇なるの、私が読んであげるよ、普天間の社交界で待ち合わせするかってことですほら、早速、そっか、卒業する前までは弟と一緒なのに、うん、卒業してからは お姉様と一緒になるんですね、じゃあ。ああ、いい流れですね。はい、そっか、普天間の社交街で、うん、そしたら JC メンバーとばったり会いそうですね。ねえ、本当そうですよね、JC の方とか、青年部の方とかとよくお会いしますから、そうそうそう、飲んでたら。そうなんですよ。はい、いやでも考え方によってやっぱ卒業して暇になるって思うのと、まあ暇っていうよりも考え方によってあれですよね、あの使える時間が増えるっていうふうに考えると、ちょっと今までをやってた、まあ JC に使ってた時間が、まあそこに余裕ができてくるので別のプレーができるっていうことになってくるじゃないですか。さあ、その余った時間のでどんなプレーをしていくかっていうところですよね。はい、うん、タミさん、26年前に JC の紹介で北海道の、これ何、中標津、エイサー派遣されましたよ。へえ、すごい。タミさん入ってたんだ JC。 あ、 JC の紹介でなので、紹介でだから違うのか。タミさん青年会その時どこなんですかね。青年会にだったのか、ウルマだからグシカあたり、うん、そうそうそう、どこだろう、結構あの辺やっぱ有名どころ多いじゃないですか。おいおい、そうそう、
どこなんだろうなって、うん、北海道まで行ったんだ。いいね。東京とかよく聞くんですけどね、北海道って珍しいですよね。じゃあその当時、あ、紹介でなのかな、 JC の授業で呼ばれてゲストで行ったってことなのかな。でしょうね。あ、いいですね。あの宜野湾も、2018年、はい、2018年の1月に普天間第二小学校に雪が来たじゃないですか。ちょうどその時普天間第二小学校にあのヘリから窓枠が落下し て、うん、それから1年間ぐらいずっとグラウンドで思い切り遊べないみたいな、で普天間第二小学校のグラウンドに笑顔、子どもたちの笑顔を取り戻そうみたいな授業で、それの時が宜野湾 JC が、この北海道の網走青年会議所、網走 JC と連携して向こうから雪を持ってきて、で向こうの網走の子たちが発泡スチロールにこう雪を詰めて、それを航空便で送って、あれいい企画でしたよね。それをやったところも、まあ、こういうふうに、はい、JC が、まあ、子どもたちのために動くっていうのも、その獅子山前もそうですからね、郷土愛のためにですからね。うん、そうですね。結構 JC 子どもたちのためにやること結構多いですね。青少年育成みたいな。ですね。でもそれ大事だと思いますね。何かしらね、やっていく、子どもたちのためにやっていくっていうのは。なかなかそこにこうお金ってかけられないじゃないですか、だからいいと思います、すごく。そんな、永山さん、はい、今は保険やってるんですか。じゃあそうですね、保険代理店に所属しながら、自分でも法人を持って、コンサルをやって、コンサルをやってる、飲食のコンサル、はい、とバーの経営でしたっけ。あ、そうですね。どこでバーやってるんですか。バーはあの中野町の方で。あら、はい、なんというハッシュタグという名前ですね。今時の名前を、本当すごいね。え、中野町どこですか。僕たよく乗ってますよ。あ、そうなんですか。ぜひあの吉本弁当さんの向かいのビルですね。はいはいはい、ああ、そうなんだ。はい、あの公園あるじゃないですか。その公園のもう正面、まあ、足立屋さんの隣みたいな感じですね。なるほど。OK です。行きます。中野町のハッシュポテトです。変わってる、変わってる。覚えてください。まあ、僕の時見たらね、ハッシュポテトっぽいですもんね。いやいやいや、ハッシュポテトはもうちょい薄いし。あ、もうちょい薄い。サクッていけるから。あ、サクッて、はい、何の話してるんだろう。本当に永山さんはもうご結婚もされていて。いや、独身ですね。あら、珍しい、うん、なんか JC の方々ってみんな結婚してるイメージあるけど、うん、まあそうでもないっすね。なんかそうでもないっすよね。うん、結婚している人、結婚も終えた人でまだ結婚していない人、していない人、うん、表現素晴らしいですね、終えた人。そう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 、まあ、離婚したっていうよりはね、うん、結婚を終えた、終えた、終えた、ハッピーリスタートいいね、確かに。そうそう、僕がそのあれですから、代表ですから。はい、そうです、はい、いやでも結構まだ独身もいますよ。いいですね。今じゃあ募集中なんですか。あ、彼女はいる。素敵な彼女がいまして、小学校の先生なんですけれど。おお、じゃあ次のゲストは彼女かな。そうですね何を聞くんですか、まあ、学校の先生だったらね、聞くこといっぱいありそうですけど、ね。うん、あ、確かに。そう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 、今結構ね、教師の職務の負担とかっていうありますから、ね。はいはいはい、うん、確かに。じゃあ今からもうそういう、なんていうのかな、そういう準備に入っていってる段階なんですか。ご縁があればみたいな感じですよね。あ、なるほどね。結構ナイーブな質問してきますね。あ、でもそういう質問大好きです。あ、そうなんですさすが飲食経験。飲食経験だよ、はい。そういう準備は、まあ、今から。今からですね。ちょっとずつ。どれぐらいなんですか、付き合って。いやでもまだまだそんなあの1年2年とかっていうわけではないので、あ、でもまだまだ数ヶ月なんで。あ、最近なんですか。そうそうそう、僕も実はあの又吉さんの後輩で、あの、はい、結婚終えられた人にもなるので、あ、なるほど、終えられて今2週目入ってるってことです。あ、そうです、リスタートしていく。2週目はまだ入ってる。一度トラック1周終わって、うん、もう1回スタートラインに立とうとしてるっていうことですね。ですね、うん、僕は1回トラックから外れてます今。あの、そうなんですか。そうそう、2周目はまだ走ろうとしてません外れすぎじゃないですか最近。なんていうの、いろいろあれはあるのに。なんですか、あれはあるのになんか出会いっていうことですか。そうそう、話とかは聞くんですけど、なんかどうですかね。まあいいか、うん、でも出会いまあそのつもりで出会ってないですからねほぼほぼ確かに、うん、そう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 、
なるほどね、プライベートあるようでないっていうのが結構多いですもんね、うん、JC の活動とかしてたら。そうっす、うん、そうですね、仕事やった後活動ですもんね。そうです、そうです、うん、だから仕事と JC と他でも結構まあ JC やってる人ってそれ以外にも他のところで役職持ってたり他の社会活動したりもするので、うん、なんかそういう時間があんまりないんすよねやっぱり、うんうん、なるほど、はいはいはい、でもそんな中ねちょっと幸せの一歩をそうですね、踏み出した永山さん、はい、ありがたいですね、素晴らしいですね。いやもうじゃあもう2回目の時はもう僕が姉妹やりますよ、もうお姉妹あの赤ふんどしを履いて赤ふんどしタムケンのやつねチャーじゃないよあ伝統を怪我さないようにそうそうそう、うん、真由さん先日まで宮国さんとかあと影宿風の練習でよく会ってました、うんうんうん、それから伝統芸能にはまりつつあり、うん、来月ダイエットのために青年会なる、ねうん、中年会を立ち上げてエーサーしようと思ってます。若い頃は地元の青年会は怖かったからなということです。そうなんですね、確かに。あこの前、はい、あの商工会のあれが周年式典があって、うんああはいはい、まゆさんあのカチャデフをやってたんですよ。すげえ、さすがだね。そこでそうギノワン JC の OB の宮国先輩と森永先輩が三振を引いて、おで遠間先輩が琴を引いて、森健さん三振もできるんだ。そうそうそう、でも森健さんの三振の音はここまで届かないので本当に引いてるか分かんないですよ。 あの人そういうのも上手そうだからな。タミーさん、又吉さんはいつも体張ってるイメージ。ああそうですね、確かにそれはある。体張ってる感じする。好きなんすよ、そういう自分が好きなんだよな。これはもうしょうがないですよね。そう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 、楽しいからね。そうなんですよ、そう自分の好きなところを好きってちゃんと理解して言えるっていうのもいいっすけど、いいっすよね、うんうん、そうそう、りょうさんの性格ね、うん、すごいいいっすよね。なかなかやっぱりね、今やっぱ自己肯定感が低い方たちもやっぱり多いじゃないですか、うん、多い多い。その中で自分のここが好きって堂々と言えるっていうのはそうそうすごいいいことな、素敵ですよ。まあ、僕あのよく頭薄くて薄毛のやつを投稿するじゃないですか、うん、頭が薄いのを投稿するんですけど、うん、別に薄毛が好きっていうわけではないんですよね、うん、そういう体を張ることが好きなだけでできることならば生えてほしいですよ増えてほしいですよ。でもそういう自分がまたトータルで好きなんですよね。そうそう、それを表に出しちゃうっていうのが、うん、いいと思う。それをだからなかなか言えないんですよ。なるほどですね、はい、だからそれそういう性格は羨ましいですよね、うんうん、この前娘に小学校2年生の娘に肩もみされながらパーパー乳毛したらって言われましたからね。乳毛乳毛乳毛ってなんかあるんですよ、なんか卵とひよこのなんか成分のそうそうそう、わかる、なんか髪の毛が濃くなっていくみたいなやつが、で俺お家に僕あのお家にテレビがないので、はい、わかんないんですよ、はいはい、あの CM 見てないんで、うん、パーパー乳毛したらって乳毛って すぐその場でググったら気配薬だったってほらタミーさんもエレベーター編ですねって、タミーさんもあのエレベーター、ね、エレベーター編 あのファンなんですね。そうあれ、ね、あれ待ってる方いっぱいいるんですよ。はい。そうそう、だから小出しにしていかないと毎回やってたらね。確かに。そうそうそう、それではもうあと3分切ったので、はい、永山さんまた、再度告知。そうですね、はい、イベントの、うん、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。来月ですね、10月の15日日曜日に、はい、ギノワン JC 主催でですね、地域の民話を元にした絵本を、うん、絵本の読み聞かせのイベントを行います、はい。場所が多目、ギノワン市立多目的運動場というところですね、うん、はい。あの野球のドームの隣、野球場の隣ですね。野球場の隣ですね、うん、はい。駐車場も広いので、はい、多くの方の、ご来場お待ちしております。はい、読み聞かせもありますし、はいはい、読み聞かせもあって獅子舞の演舞もあって、うん、とみんなで、絵本の表紙も作ることができて、はい、キッチンカーもありますので、はい、ぜひお待ちしてます。多くの方に来ていただけると嬉しいですね。はい、はい、お最後、お真由さん、今年 FM ギノワンのクリスマスフェスでも鍵屋で風を踊る予定です山内局長プログラムに入れてよ。あ、じゃあ僕も踊ります、鍵屋で風うん、僕あれですよ、リューブ習ってない人で一番うまいって自分で思ってます。あ、マジですか。あ、じゃあ自分で、うん、僕やカチャデ風のセンスあるんですよ。他のものは分かんないですけど、でもカチャデ風はうまいですよ僕デスパシート、デスパシート、デスパシートとどっちがいいですか、鍵屋で風。カチャデ風は本当にうまいです
オッケー、じゃあ、まゆいと一緒に。はい、わかりました。はい、よろしくお願いします。はい。来週じゃない、再来週、うん、ですかね。あ、10月ですね、今度。あ、5週目、あ、いや、5週目、僕、出れないかもしれないです。あ、そっか。そうなんですよ。なので、まあ、第5か、もしくは10月の第1の土曜日に、はい、また皆さんとお会いできたらと思います。はい。それではまた次回もよろしくお願いします。お世話になっております。市民の後輩でした。市民の後輩です。でした。でした。はい、皆さんありがとうございます。さようなら。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さすが面白かったね。いや、面白い。後半は乗ったね。トークが乗ってきたんですよ。緊張が解けて。緊張が解けました。でもあっという間だったんじゃないですか。あっという間でした。ね、早いんですよ。本当にあっという間でした。タミーさん、ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。まゆいさんも。まゆいさんはあれ、荒垣雄一のお姉さんよ。おお、そうなんですね。だから、この辺の、あの、さっきの下りで、はい、よくわかる。めっちゃ知ってるなと思って。